7月はですね、あったかいおうどんをデコっていきたいと思います。11月寒くなりますよね。そんな時、ほかほか心まで温まるデコうどんを提案していきたいと思います。それでですね、株式会社東海薬局さんの小木曽管理栄養士さんに、お父さん、パパに作りたいありがとうのあったかうどんの栄養について教えていただきました。今回使用するおうどんはですね、ブロッコリーが練り込まれております。そしてその上に JA 西美野さんのブランドであります小松菜もお布団みたいにね、トッピングしてあります。その小松菜とブロッコリーの栄養についてお聞きしました。なんとですね、小松菜はビタミン A が豊富だと言われています。ビタミン C、JA 西美野さんでいうとイチゴかなと思うんですけれど、なんとビタミン C が多い野菜はですね、ピーマン、パセリ、ブロッコリー、キウイ、イチゴ、芽キャベツだそうです。お父さんといえば生活習慣病やメタボリックシンドロームで悩んでいる方が多いのではないでしょうかね。バランスの取れた自律神経は食べ過ぎを防ぎ、脂肪を燃焼させてくれるそうですよ。ストレスや過労からの自律神経のバランスが崩れてしまうと、脂肪がきちんと代謝されずに肥満になると言われているそうです。うわー、なんかグッてくるね。自律神経を整える生活のポイントは、深呼吸をすること、そして湯船に浸かること、朝日を浴びること、夜は12時までに就寝することだそうです。今回使用しているね、そのビタミン C などにはね、カルシウムが白ネギの2倍以上含まれているそうです。ですのでね、バランスの良い食品をこうトッピングしてデコって、心も体もほかほか温まる11月になってください。ではまた。